うも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日、JAL のね、新型コロナウイルスの、特別措置ということで FOB 倍率がですね、2倍になるという発表がありましたので、今回はですね、JGC 修行を検討される方もね、この機会多いと思いますんで、JGC の、切り替え可能なクレジットカードと、JGC の、修行ルートね、解説、やっていきたいと思います。まずね、この JGC に切り替えができるクレジットカードはどういうことかっていう話なんですけども、先日ね、私の動画で紹介させていただいた、JAL のね、おすすめのクレジットカードを、紹介させていただきましたけども、普通カードをね、おすすめさせていただいてるんですよね。っていうのも、この JAL マイルを貯めるクレジットカードとしては、 JAL のクレジットカードって、ショッピングマイルプレミアムっていうね、こちら有料のサービスなんですけども、こちらを入れると、普通カードでもプラチナカードでもですね、還元率って変わんないんですよね。全部 1% なんですよね。ですので、その時はね、普通カードをおすすめさせていただいたわけなんですけども、このね、 JAL の普通カードっていうのは、この JGC っていう、JAL のね、上級会員に切り替えられるクレジットカードではないんですよね。ANA とかでもね、ありますよね。 SFC にできるカード、できないカードっていうのがありますよね。それと同様に JAL も、そういう感じになってるんですよね。っていうことなんで、おすすめのクレジットカードとしては、年会費がね、一番お手頃という、JAL クラブ A カードっていうクレジットカードになります。こちらは年会費がね、1万円のクレジットカードというふうになっておりまして、ショッピングマイルプレミアムがね、有料で付けなきゃいけないということになりますんで、プラスして2946円が必要っていうふうになります。もちろんね、こちら 1% の還元を受けるためにはっていう話になります。もしね、 JGC 修行をね、完了されて、この JGC に入会するときにですね、クレジットカードのね、審査落ちてもね、修行がね、台無しになりますんで、修行される方はですね、事前にこちら発行していただいて、修行ね、していただけたらなっていう感じなんですよね。で、もしね、修行中に、クレジットカードラウンジにね、入りたいっていう方で、他にゴールドカードを持ってない方はね、このクラブ A クレジットカードには、ゴールドカードもございますので、そちらでもいいんじゃないかなっていうふうに思います。でね、こちらクレジットカードの発行っていうことになりますんで、ポイントサイトはっていう思った方もね、いらっしゃると思うんですけども、ちょっとね、大人の事情で何も言えませんので、私のね、コミュニティ欄にね、ちょっと見ていただけたらなと思います。次にね、JGC の修行ルートなんですけども、やはりね、今こういう情勢ですので、国内線メインでね、話していきますけども、やはり羽田、沖縄、こちらの路線がね、おすすめっていう感じですかね。で、今回のね、 JAL の特別措置と、ANA の特別措置はですね、ちょっと違うんですよね。ANA はね、もう本当に、丸々プレミアムポイント2倍っていう感じだったんですけども、JAL のね、この FOB ポイント2倍っていうのは対象外が発表されているんですよね。キャンペーンとボーナスに対しては、対象外っていう風になってますんで、こちらね、ちょっとね、計算される時にね、注意していただけたらなと思います。で、利用する運賃はですね、やはり、価格を抑えていくっていう風になっていくと、利用する運賃はね、先得運賃または特便割引運賃がね、一番かと思いますんで、こちらで、利用していくっていう感じになると思います。75日前までに予約が必要な、ウルトラ先得、5日前までに予約が必要なスーパー先得、45日前までに予約が必要な、先得割引タイプ B、28日前までに予約が必要な、先得タイプ A っていう風になっております。もちろんね、こちらは、一番安いのはね、ウルトラ先得っていう風になっております。で、特便割引は、21日、7日、3日、1日、それぞれね、必要な、直前の運賃っていう風になっております。このどっちが安いかっていう話なんですけども、もちろんね、安いのは先得運賃が一番安いんですけども、これね、注意が必要なところとして、もう出発の54日前からね、取り消し手数料が 50% 取られてしまいますんで、自分の都合でね、行けませんよっていうなった時にね、
50% ね、運賃の半分持ってかれてしまいますんで、まあ、その点はね、注意していただいて、特便割引運賃の方は、出発の50日前から、まあ、直前までね、5% という風になってますんで、取り消し手数料はね、あることだけはね、確実に抑えてね、予約するようにしてください。で次にね、ルートなんですけども、羽田沖縄の先得運賃だと FOB ポイントですね、まあ、1476FOB ポイントがたまります。で最初に説明したボーナスに対してはこちら2倍対象になりませんというふうに話させていただいたんですけども、この先得運賃っていうのはボーナスないんですよ。ですんで、まあ計算しやすいんですけども、この特便割引運賃の方はですね、ボーナスが含まれてますんで、1876FOB ポイントが、まあ、そのまま2倍にはならずにですね、2952FOB ポイントプラス400ポイントっていう風になりますんで、3352FOB ポイントっていう風になります。ですので、このボーナスが2倍にならないっていうところはですね、よく確認していただけたらなという風に思います。それではね、こちら先得運賃で、5月のゴールデンウィーク明けからの週末でね、最安値でちょっとね、路線調べてみたんですけども、まあ、今現時点ですね、かなり、まだ座席数残ってるみたいで、まあちょっとはね高くなってるんですけども、まだね、安い方だと思います。で、先ほどね先得運賃で、羽田那覇往復で、計算するとですね、8往復でこの JGC 完了っていう風になるんですよね。いやすごいですね。っていうことなんで、こちら価格にすると188,600円っていう風になります。こちらね FOB のね、1ポイントの単価にすると 3.7 円ですよね。やばいですねFOB ポイント 3.7 とか、本当に衝撃の数字ですよね。という風になっておりますんで、まあこちらね、まあ、今こちら5月で試算させていただきましたけども、まあ、正直ねこの新型コロナウイルスのね状態っていうのは、まあ先が読めないですので、まあ、こちら5月で出しましたけども、 JAL のね、特別措置はまあ7月までね、まあ、やっておりますんで、ちょっと値段は高くなっていくかもしれないんですけども、一応ね、まあ、例としてまあこんな感じでね、発見していただければ、8往復でね JGC 修行ね完了することができますんで、 JGC ねこの機会に狙っていきたいっていう方はですね、この機会はねかなりチャンスっていう風になりますんでね、まあ、一つ検討してみていただけたらなと思います。今ねこちら試算出しましたけども、こちらの、合計のね FOB ポイントが 47,232FOB ポイントということで、JGC のね取得するためには5万ポイント必要ですよね。ですけども、このね JAL のキャンペーンで初回搭乗ボーナスでね 5,000FOB ポイントもらえますんで、 45,000FOB ポイントで、ね、達成することができますので、まあ、この数字になっているっていう感じとなっております。いかがだったでしょうか。今回はですね、JGC に切り替え可能なクレジットカードと、JGC のね修行ルート、紹介させていただきましたけども、まあ、正直ね新型コロナウイルスの影響がいつまで続くかはね本当に分かりませんので、ある程度落ち着いてからねやるようにしていただけたらなと思います。今ねまだ3月の終わりということで、こちらね特別措置はまあ7月までねやっておりますので、あんまり焦らないでねやるようにしていただけたらなっていうふうに思います。それでは今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただければとても嬉しいです。それではね次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。